配信をみなのみなめっちゃ混んだ。配信をご覧の皆さん、こんばんは。本日はホルン5人とピアノで演奏をお送りいたします。本日演奏する5人の紹介お願いいたします。本日演奏するまずホルン5人は、9月28日に杉並公会堂で行われますタクティカートオーケストラと3人の若手ピアニストたちの演奏会に出演する5人となっています。それと、ピアニストにサポートで入っていただいてます。で、最初に演奏する曲がですね、ちょっと普通、ホルン2人のソリストで演奏するコンチェルトを、5人のホルンで交互に演奏していくので、それの、誰が何楽章を吹く何番を吹くっていうのも含めてちょっとメンバーを紹介したいと思います。まず第1楽章は、こちら一番こっちにいる2人、8月に配信出演しました、ポン・デ・ホルン・デュオの2人と、同じメンバーなんですけども、第1楽章の1番ホルンを演奏しますのが私、笠原義政です。で、セカンド、第1楽章のセカンドを、山本姫野が演奏します。お願いします。はい。で、それから2楽章は、総入れ替えしまして、2楽章のファーストを演奏しますのが、そちらの真ん中の花澤亮平君です。で、2楽章とそれから3楽章と両方のセカンドを演奏しますのがそちらの梶裕子さんです。そして、3楽章のファーストを、演奏しますのが、一番端っこの、白井有凛ちゃんです。そして、今日ずっと、ピアノでサポートいただきます近藤博夢くんです。この6人で、本日お送りいたしますので、ごゆっくりお楽しみください。1楽章から、ロゼッティ、昔ハイドンの作と言われてたんですけども、最近の研究ではロゼッティの作ということになってます。2本のホルンとオーケストラのための協奏曲の中で多分一番有名な曲だと思うんですけど、そちらを、順々に、1楽章から3楽章まで演奏していきますけど、ソリストはバタバタと入れ替わります。ではお楽しみください。
Thank you.
ハイドンもしくは、最近ではロゼッティの、日本のホルンのための協奏曲いかがでしたでしょうか。この時代モーツァルトとかと同じ古典派の時代の曲なんですけど、その頃っていうのはホルンはかなり上吹きと下吹きに、まあ、今もそうなんですけど分業していて、ちょっと今とは違うんですね。今は下吹きっていうのは割とどちらかというと女房役というかサポート役というかというイメージが結構強いと思うんですけども、この頃の下吹きっていうのはあの上吹きに劣らずソリストとして結構知名度があったり、人気があったり、した時代でして、そのベートーベンのホルンソナタを、ね、あのベートーベンがその人のためにホルンソナタを書いた、ジョバンニ・プントっていう人も下吹きだったんですよね。で大工の、有名な4番ホルンのソロなんかも彼のために書かれたんではないかと、言われてます。で、今のロゼッティもねセカンドがとっても、ね、あの目覚ましい動きをいろいろするところがあったりしたんですけども、でオーケストラの、ね、ホルン奏者で、まあ、今は上下、今もやっぱり分かれてるんですけども、ただ今日はいろいろ面白いのは、例えば、9月の28日のオーケストラの演奏会で、4番パートという一番下をね、演奏します、花澤くんが今2楽章で1番を吹いたりですとかね、オーケストラでは3番高音パートを担当する山本姫乃ちゃんが、1楽章でセカンドを吹いたりとか、いろいろそういう面白いこともやっております。それでは、引き続きプログラムを進めてまいります。次はガンサー・シューラーの、3つのオマージュ、というホルンとピアノと一部2本のホルンとピアノのために書かれた曲から、3つなんですけども、2曲目と3曲目を演奏します。このオマージュは、ディリアスとそれからラベルと、最後に、ミオへのオマージュとなってまして、今日演奏しますのは2曲目のパバーヌ、まあ、パバーヌで有名なラベルのパバーヌへのオマージュ、それからミオへのオマージュのシャンソンという、日本のホルンとピアノのための、曲になっています。ガンサーシューラーは、日本では多分一番有名なのはホルンのテクニックという、小難しい本を書いてまして、日本中の学校の図書館とかによく入ってると思うんですけども、実はアメリカではそれにとどまる存在ではないんですね。もう音楽界の巨人といいますか、つい数年前にもう100歳近くで亡くなったんですけども、私が留学してましたボストンのニューイングランド音楽院の学長なんかもやっていた、ホルン奏者というよりは指揮者、指導者、作曲家としてもうすごいビッグな存在なんですよね。日本ではそんなにバーンスタインとかほど、知られたメジャーな存在ではないんですけども、その、シューラーがごく若い頃10代で、天才的なホルン奏者として、もうプロ活動をしてた頃に書いた3つのオマージュから、2のパバーヌそして3のシャンソンを演奏します。シャンソンでは、花澤君に、加わってもらいます。ではお聴きください。
はい、ガンサシューラーのパバーヌとシャンソン、お聴きいただきました。ちょっと次の曲では、ピアノにお休みを、取っていただいて、ローエルショーのビッパリーズから数曲演奏していただきます。8月の配信、ポンデホルンデュオの配信でもビッパリーズ、3曲ほど演奏したんですよね。そのジャズとかポピュラーのダンスのリズムなんかを使ったとっても聴きやすい曲がたくさんあるんですけども、その時とは全部違うナンバーを今日は演奏してくださるそうです。でビッパリーズ、まあ、ホルン吹きの方は分かるかもしれませんけど、一巻有名なのは第1巻なんですよね。1番から9番までので、今日はそうではない、なかなか聞くチャンスのない2巻からを、メインに選曲しているそうなので、ちょっと、何番演奏するかなども含めちょっとお話をしてもらってから、演奏に移っていただきたいと思います。白井さんと花澤くんのお二人のビッパリーズです。はい、ビッパリーズ演奏させていただきます。先ほども紹介あったんですけど、この曲の特徴としてやはりジャズみたいな聴きやすい曲がすごい特徴的で、普通のこうタン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 っていうテンポじゃなくて、なんかタタ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 っていったようなちょっとジャズの要素がすごい入ってる曲が多いので、とても聴きやすいかと思います。でよくなんか一曲一曲もすごく短くって、今回は2人でデュオでやらせていただくんですけど、ソロでやる曲もありますし、53までその何十曲ずつかあって、その中で今回、デュオでやらせていただくことになりました。でデュオの曲は全部で19曲ある中から今回は、4曲抜粋して演奏させていただきます。はい、11番と9番と、あと10、あ、違う、3番と、あと最後は、18番ですね。はい、楽しんでお聴きください。
白井さん、花澤さん、素敵なビッパリの演奏ありがとうございました。とってもノリノリで聞くことができました。はい、それでは最後の曲に参ります。最後はジェームズ・ネイガスさん作曲のザ・ゴールデン・アワーという曲です。ゴールデン・アワーはどの時間帯を指すのかというと、日の出の前や日没の後など薄明かりの時間帯を指します。で、まあ、太陽光が直接当たらないのでソフトで暖かくって、まあ、黄色に輝いているような空の状態ですね。まあ、自分がパッとゴールデンアワーの時間帯の空を思い浮かべるとしたら、そうですね、自分が地元が長崎県佐世保市で、長崎県は日没が一番遅いことで有名です。なのでとっても綺麗な夕日を見ることができます。で、そうですね、地元と、まあ、こっちの東京でもたくさん綺麗な夕焼けとか夕日見ることができたので、空ってつながってるんだなとこうしみじみ思うこともよくありました。はい、なので、まあ、もう日没は終わってしまいましたが、そんな綺麗な夕日を思い浮かべて聞いていただけると嬉しいです。Thank you.
はい、綺麗なゴールデンアワー思い浮かびましたでしょうか。では本日は演奏をお聴きいただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。このね、ホルン、なかなかホルンオーケストラの中のホルンセクションの音っていうのは皆さんね聞くことはあると思うんですけど、その一人一人がどんな、ソロを演奏するのかとか、どういう個性があるのかとか、どんな喋りをするのかとか、いろんなところを楽しんでいただけたのではないかなと思っています。今日はねちょっとあの5人でいっぺんにホルンで音出すっていう曲が、なかったので、どんな音がするんだろうと、ご興味が、湧いた方はぜひぜひ、9月28日夜に杉並公会堂でタクティカートオーケストラが、3人の、若いピアニスト、素晴らしいピアニストたちと共演する演奏会がありますので、ぜひぜひ、足を運びください。シューマンとショパンの1番それからラフマニノフの3番のコンチェルト、どれも大変な対局でね、40分ぐらいある大変な曲で、ちょっともうこの5人の総力戦という感じになると思います。今日とはまた違った、ホルンメンバーの、真剣な、まあ今日も真剣ですけど、あの、頑張りたいですね。頑張りますので、ぜひぜひお楽しみに、ご来場いただけたら幸いです。はい、ぜひ来てください。はい、短い時間でしたが、本日の演奏は。ここまでになりますね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。